一口駅名解説へようこそ。今回は、多摩都市モノレールの砂川7番駅の名前の由来について解説していくよ。この駅名は、砂川と7番という風に分けて解説するよ。まず、砂川は、この辺りを流れるザンボリ川が関係しているんだ。ザンボリ川は、保水力のない土地を流れていたため、水量が少なく、いつも水が枯れたような状態だったよ。その様子から、砂の川と呼ばれるようになり、それが転じて砂川になったんだね。続いて、7番は何の番号かというと、砂川地区の地域区分だよ。江戸時代、当時の砂川村は1番から10番まで組み分けされていて、番号ごとに年貢を徴収していたよ。砂川7番駅の位置するところは、ちょうど7番地区だったから、砂川7番になったんだね。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。